わしやがなマフィア梶田です。わしやがな中村一です。お願いします。いやー、はい、提供案件をいただきました。どちらから。はい、今回はヨースターさんのブルーアーカイブを紹介していきたいと思います。うん、なんか新規じゃないよね。もう新規どころかバチバチヒットしてる 2.5 周年を迎えるタイトルです。もう今更今更わしゃがな TV に提供持ってくる 2.5 周年もこんな、なんか提供いただいといてあれだけど、うん、うちでなんかよりもう広まってんじゃないの。広まってる。もう言ったらあれだけど宣伝費かける必要がないくらいに広まっとる。お金余ってんの、うん、余ってる。あ、税金対策か。本当だったらどうすんねん。本当だったらありがとうございます。本当だったらありがとうございます。ここで使ってもらってありがとうございます。でもあえてだから 2.5 周年のそのお祝いで、そうそうそう、まあ大きくやりたいってことだよね、多分。この大事な時期に任せてくれたんですよ。ありがたい限りなんですけれども、そうですね。さあ、そんなブルーアーカイブ、うん、早速タイトルの紹介をしていきましょう。うん、ブルーアーカイブとはヨースターが送る学園×青春×物語 RPG です。さまざまな学園に通う少女たちが織りなすポップなストーリーとアニメ風の見た目、そしてフル 3D で描かれる次世代ビジュアルのタクティカルバトルが特徴のキャラクター RPG です。そうだったんだ。うん、あのよく話題で見たりさ、うん、そのキャラ絵がこうツイッターので回ったりしてるけどさ、ゲーム内容とかさ、その方針、あ、意外とね、入ってゲームの方針って分かんなかったから、うん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 、青春ものなんだ。それでブルーアーカイブなの？確かに、あの実際にゲームをやってないとなるとキャラクターの二次創作とかものすごい盛んなんですよ。うん、どんなゲームかは分からないかもしれない。そうだね。で、一応補足するとプレイヤーが先生となり、うん、個性豊かな生徒たちとの物語が展開される、そんなゲームとなっている。なるほどね。じゃあ早速なんですけど、うん、ゲームをプレイしながら中身紹介していきたいと思います。はい。こちらのタイトルはね、非常に個人的にも気になっていたというか、うん、ヨースターで俺他にあのアズルエンというタイトルを担当してるんですけれども、うん、なかなかね、そっちもあってこっち遊ぶ機会がなかったんですよ。うん、仕事で受けてなかったんで、うん、でも今回遊ぶ理由ができました、これで。うん、だからそれこそそのアズルエンはなんかモチーフもわかるし、うん、そう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 、なんかこういうテーマだってわかるんだけど、うんうん、ブルーアーカイブっていう名前とキャラクターを見かけることあっても、うん、ゲームの方向性、世界観の構築が分かんなかったから。そうなんですよね。ただ風の噂でこのゲームめちゃめちゃシナリオの評判がいいんですよ。ああ、そうなんだ。めっちゃシナリオの評判が良くて、でその確かシナリオ担当の方がなんか影響を受けた作品みたいな話題を出した時にもそれもバズってたんですよね。うん、へえ、うん。俺の名前？俺どうしようかな。先生ですよ。先生の名前だからなんか先生っぽい名前。鬼塚英吉とかにしましょう。嫌だ。壁壊しに来るやつだろ、それ。ヌエノメイスケでもいい。うん、中村。ヌエノメイスケだと、右手おかしくなっとるやん。鬼の手で生徒を救うんすよ。そういう学校じゃないでしょ。うん、中村じゃダメ。中村先生でいいですよ。中村先生でいいよね。でこれな、名前呼んでくれっぽいんですよね。これね。中村。これ呼べるかな、呼んでくれるんですか。中村でいいですか、呼ばれ方。中ちゃん先生とかもっと可愛いあだ名とかないんですか。先生になったらどういう、雄一下の名前。あ、これカタカナか。うん、雄一先生、まあいいか。うん、親密には感じる。ちょっとこれで試そう。うん、音声ファイル更新。雄一をダウンロードするんじゃない。視聴できますって、視聴。雄一先生。え、本当に呼んでくれる。雄一先生。これどこまで呼べるかちょっとチキンレースやりません。え。それやったらもうそれで30分ぐらい使うじゃん。それはこれなんかデータダウンロードしよって。データダウンロードですって。OK ね。お、来た。うん、7つの嘆きを。なんで、なんで、え、急にシステムの箱。これどこに音があるの。オードを入れてくれって言われたんだけど、これ多分今ローディング中だから流れてるだけだと思う。うん、オープニングムービーみたいな感じで済むんだね、じゃないですかね。これでプロローグが分かるんですかね。すげえ。ちょっと未来っぽい感じだね。これ秋葉っぽくないですか。秋葉だと思う。うん、日本っぽくもある。ちょっとなんか今崩壊してたよ ね。多分この世界観楽しいことばかりではなさそうですね。行っちゃってるよね。うん、行っちゃってますね。
そうそう、俺人がいないなと思って見てるし、うん、確かに今人はいないですけど、それが演出なのかさ、うん、何かを示唆してるのか、背景として出てくるんですかね。私のミスでした。お前のミスか。私の選択、そしてそれによって招かれたこの全ての状況。自分で言うから額面通りに受け取らないの。結局この結果にたどり着いて初めてあなたの方が正しかったことを悟るだなんて。何が起きたの。学園館今のところないよ。今更ずうずうしいですがお願いします。軍人、そういう衣装だね。あ、中村先生だ、はい、話しかけて。私の話を忘れてしまうでしょうが、それでも構いません。何も思い出せなくても、おそらくあなたは同じ状況で記憶を失うタイプのやつか、同じ選択をされるでしょうから。ですから大事なのは経験ではなく選択。あなたにしかできない選択の数々。うん、やらかしてんのにな。何をやらかしたんだ。おお、これ学園、学校だね。でも全員武器持ってんな。みんな銃持ってますね。うん、猫耳、獣耳、獣耳少女、獣耳がついてる。責任についてて話したことがありましたね。あの時の私には分かりませんでしたが、今なら理解できます。大人としての責任と義務、そしてその延長線上にあったあなたの選択。なんだ。それが意味する心配も。生徒に付き合ってくれって言われて断ったんですか。いや、ちょっと教師だから無理よ。先生、逆なの。ちゃんと大人だから。私が信じられる大人であれ、だから今これ裁かれてる、あなたになら裁かれてる。めっちゃ怒られてる。ねじれて歪んだ先の終着点が、終着点良くないみたいですね。その結果を現在はね、だからなんか一つ良くない未来になったものをなんかやり直す系の話に今はなってるよね。ループするんですかね。うん、だから先生、あれこの顔傷あるな。あれ傷なの。ええ、左右け傷というか怪我、怪我でしょあれ。右、そうね、やけどか、やけどだね。ああ先生、起きてください。誰だ。寝ちゃってました先生。また私寝ちゃってました。また常習犯、居眠り。連邦生徒会室。少々待っていてくださいと言いましたのに、お疲れだったみたいですね。この子は生徒かな。なかなか起きないほど熟睡されると大人っぽいな。夢でも見られていたようですね。耳尖ってるからね。エルフかな。ちゃんと目を覚まして。頭の上に浮かんでる王冠みたいなの動いてますよ、ね。動いてる。もう一度、ね、ブルーアーカイブの二次創作でいつも気になったんですよ。頭の上になんか輪っかある。あ、みんなついてんな。みんなついてる。ついてるやつがいる。七神凛。学園都市キボトスの。キボトス。連邦生徒会所属の幹部です。そしてあなたはおそらく私たちがここに呼び出した先生。おそらく、ああ、つけようがあるわけじゃないのか。呼び出した先生。推測系でお話ししたのは、私も先生がここに来た経緯を詳しく知らないからです。そうなんや。そんな人信用できる？混乱されてますよね。先生として。わかります。こんな状況になってしまったこと、遺憾に思います。でも今はとりあえず私についてきてください。どうしても先生にやっていただかなくてはいけないことがあります。話は後だ、ついてきてくれってパターン。中間さんならどうします。ついていきます。現実にあって、うん、学園としての命運を彼女が来るならね。これがにしておきましょう。これがね、スタローンみたいなやつが来て話は後だ、話は後だ、ついてこいじゃ絶対行かないよ。だって武器渡されるの分かってるもん、その後。男なら行くでしょ、分かってても。いやスタローンみたいなやつ来たら、で、うん、叩いて、この銃どう使えばいいんだ、引き金を引けしか言わないパターン。脳筋マニュアル。そう脳筋マニュアル。脳筋マニュアルのやつ。あったよ、もう24でも構えて撃てっていう適当なアドバイスを一般人にしてたから。これから先生、それが燃えるんだけどな。きっと今の答えはモテそうな答えですよ。この子ならついてくる、君ならついてくる、この子ならついてくる。まだ大丈夫だ。うん、
キボトスすげえな。どこの国だこれ。それほど心配しなくてもいいでしょう、うん、多国籍国家。あの連邦生徒会長がお選びになった方ですからね。連邦生徒会長、君は生徒会長じゃないんだね。それは後でゆっくり説明することにして。ピン、次だ。連邦生徒会。ちょっと待って。おお。大工見つけた。待ってたわよ。連邦生徒会長を呼んできて。二次創作でめちゃめちゃ見る子や。そうなの。ゆうかちゃん。メインっぽいもんね。隣の大人の方は、うん、よく見る。こんな序盤で出会う子なんだ。でっか。お待ちしております。いや。連邦生徒会長に会いに来ました。みんなでかいけど。風紀委員長が今の状況について納得のいく回答を要求されています。なんかおっぱいにジャスティスって書いてある。おっぱいに書いてる。服に書いてたんだよ。見た？服に書いてた。こんにちは。ほとんどおっぱいでしょ。各学園からわざわざここまで訪問してくださった生徒会、風紀委員会、その他時間を持て余している皆さん。あ、顔怖。こんな暇そう。大事な方々がここを訪ねてきた理由は、みんな頭若ついてる、ね、よくわかってる。なんか種族じゃないね。種族でついてるわけじゃないんだ。今学園都市に起きている混乱の責任を問うためにでしょ。学園都市って響きかっこいいよな。そこまでわかってるなら何とかしなさいよ。連邦生徒会なんでしょ。数千もの学園自治区がこんなに陥ってるのよ。この前なんかうちの学校の風力発電所がシャットダウンしたんだから。なんかこう雰囲気的にはさ、連邦共生局で停学中の生徒たちに、まあ、全体的な雰囲気とかも色素薄い系の最近の流行りのやつじゃない、ね、うん、で背景も白ベースとかさ爽やかにやってるけど、やっぱり内容的には全然爽やかじゃない。爽やかじゃない。そうや。だって今のワードだけでも脱獄とか、ね、スケバンが生徒を襲ってるとか治安がクソヤバいことは伝わってきますし、電力発電所がシャットダウンとか言ってるしね。武器の不正流通 2000% 以上増加、もう終わってると思うけど。すげえな、まあ、生徒がねみんな銃を携帯してるような状況だから、俺は広まってんだろうけど。何をしているの。どうして何週間も姿を見せないの。今すぐ合わせて。そういう感じはあるね、うん、連邦生徒会長は今席におりません。正直に言います、行方不明になりました。行方不明かい。え、やはりあの噂は。結論から言うと、サンクトゥムタワーの最終管理者がいなくなったため、今の連邦生徒会は行政制御権を失った状態です。無法やん、うん、無政府状態や。認証を迂回できる方法を探していましたが、先ほどまでそのような方法は見つかっていませんでした。それでは今は方法があるということですか。この子すごいな。これ一番、はい、そうね、パワータイプだよね。この先生こそパワータイプかどうかは分かりませんけど、羽もすごいし、うん、この方が。私が。よく喋った。ちょっと待って、そういえばこの先生は一体どなた。まあ、そもそも男の人いないもんね。ねえ、今のところ出てこない、うん、キボトスではないところから来た方のようですが、先生だったのですね。はい、こちらの先生はこれからキボトスの先生として働く方であり、連邦生徒会長は特別に指名した人物。あの顔に傷の子、生徒会長ですね。じゃあ流れ的に、うん、行方不明になった連邦生徒会長が指名。ますますこんがらがってきたじゃないの。みんなに挨拶。こんにちは先生。私はミレニアムサイエンススクールの。ミレニアムサイエンス。いや挨拶なんて今はどうでもよくて。頭良さげな学校のところ。そのうるさい方は気にしなくていいです。続けますと、うん、誰がうるさいって。私は早瀬優子。覚えておいてください先生。優香ちゃん、よろしく。先生は砕けた挨拶するやつやで。連邦生徒会長を立ち上げたある部活の担当顧問として
こちらに部活の顧問ですってよ。部活の顧問、なんか苦労ばっかですげえ大変だっていう話だって。バスケ部かな。バスケ部、バスケ部かな。一種の超法規的機関、連邦組織のため、キボトスに存在する全ての学園の生徒たちを制限なく加入させることすらも可能です。めちゃめちゃやばいじゃん。各学園の自治区で制約なしに戦闘活動を、戦闘活動制約なしで。なぜこれだけの権限を持つ機関を連邦生徒会長が、まあ、これはでもゲームのシステムの話でしょ。どんだけでもキャラが増えるよっていう話をしてるんでしょ。だからうまくメタ的にね、その話ですけど設定に組み込んでますよ、ね。今はほとんど何もない建物ですが、連邦生徒会長の命令でそこの地下にとあるものを持ち込んでいます。先生をそこにお連れしなければなりません。核じゃなきゃいいな。いやー、さすがに部活で、シャーレの部室に、これ最終手段です。ヘリが必要なの。部活動で世界的抑止力を持つんですか。そう。外郭地区の？そこ今大騒ぎだけど。明太子食ってる。なんだあれ、明太子チップスか。大騒ぎ。強制局を脱出した停学中の生徒が騒ぎを起こしたの。そこは今戦場になってるよ。この子は、この生徒会のこのリンと同じ種族？メンバー種族？あー、どうなんでしょう。頭のやつ、あー、ちょっと違うけど。デザインがそれぞれ、なんか学園ごとにあるっぽいんですよね。この、ちょっと十字になってるとか、光の柱みたいなやつ。連邦生徒会は、まあ、衣装はね、確かにこれ同じ方向性のやつだから、頭のやつ、まあ、十字ちょっとデザインでも違うか。輪になってないもんね。でも似てますよね。多分この二人は同じような種族、所属なんで。耳がとんがってて、ね、目が縦目だから。あ、先輩、お昼ご飯のデリバリーが来たから。だけどね、サイエンスのところはやっぱちょっと機械的なばっかでしたもん、ね。うん、まあそう、うん。黒ベースだしね、服も。うん、切れてる。停学中の生徒が脱走して暴れるってやばいっすよ。大丈夫です。一番これ。うん、少々問題が発生しました。なんかこう爽やかな美少女の仮面をかぶったろくでなしブルースなんじゃないの。あ、一番学校教育は終わってた頃の治安が終わってた頃の日本ですね。何、どうして私たちを見つめてるの。ちょうどここに各学園を代表する立派で暇そうな方々がいるので、私は心強いです。え、キボトスの正常化のために暇を持て余した皆さんの力が今切実に必要です。行きましょう。ちょっと待って、どこに行くのよ。お、秋葉っぽいけど、秋葉戦争してるので、うわ、秋葉銃撃されてるで。なんで私たちが不良たちと戦わなきゃいけないの。日本に銃撃されてるで。すごいな、この世界。サンクトゥムタワーの制御権を取り戻すためには、あの物質の奪還が必要ですから。それは聞いたけど、私これでもうちの学校では生徒会に所属してて、それぞれ別の学校から集まるから中身よしよしもあるのかな、学校として。うん、当たったよ。おう、痛いってば。痛いぐらいなんだ。エアガンみたいな感じ。違法 JHP 弾を使ってるじゃない。何 JHP だって。何の略称 JHP。 伏せてください、ユカ。それにフォローポイント弾は違法使用されていません。フォローポイント。フォローポイントで撃たれて痛いで。うちの学校ではこれから違法になるの。人ではないね。人ではないですね。残るでしょ。今は先生が一緒なので、その点に気をつけましょう。先生を守ることが最優先。あの建物の奪還はその次です。はすみさんの言う通りです。先生はキボトスではないところから来た方ですので、超人的な能力ができない。弾丸一つでも命の危機にさらされる可能性があります。私たちは違ってって言ってるから、先生は普通に死ぬんだ。出てくるんだぜ。流れ玉で行くのね。流れ玉で行ってしまう。先生は戦場に出ないでください。まあ、やっぱりなんかちょっと特殊なんだね。私たちが戦ってる間はこの安全な場所にいてくださいね。え、戦
剣術指揮をされるんですか。いきなり出しゃばるやん。まあ大丈夫。いや、そういうゲームだろ。わかりました。これより先生の指揮に従います。生徒が先生の言葉に従うのは自然なこと。うわ、聞き分けいいわこの子ら。よろしくお願いします。よし、じゃあ行ってみましょうか。始まる始まる、戦闘が始まる。おー、私たちの勝率はかなり高い。自信を持っていこう、うん、まずスキルカードシステムについてご説明いたします。はい、あ、右下のやつかな。戦闘に参加する生徒たちは EX スキルカードを1枚ずつ持っています。スキルカード、そのうち3枚のスキルカードがランダムにドローされます。そして好きなカードをタッチするとスキルが使えます。ハイパイされるんだ。スキルを使うためには、うん、その分のコストが必要ですが、コストは自動的にチャージされる。待っとくと溜まってくるやつね。ゲージに表示されます。楽しそうやんけ。この下がゲージが伸びていくと、狙撃ポイントを変更します。で、まあ345になってるわけだよね、それじゃ。だからこれで3貯まると、この優香だけがまず使えると。無駄よ、使わせてくれない。勝手には使わせてくれない。チュードリアルはダメだ。チュードリアルですから、はい。スズミさんのスキルを使う。集まっている敵に使うと効果的ですが、スキルカードをタッチした後に彼女のスキルを、ああ本当だ、遠距離範囲内の敵に攻撃力 389% 分のダメージだから、こう、これは痛いですよ。おー、グレネードだ。まだ終わらないわよ。すげえ打ってる。これ大丈夫、敵のこのスキルなんでしょ。敵もでも女の子なんだね。みんな女の子ですね。ゆうかさんのスキルは自分自身を強化するタイプですので、これをやって本人を、悲しみも怒りも全て因数分解してやるわ。理系だー。QED カチカチになった。カチカチじゃない、カチカチになってる。まだ終わらないわよ。すごい前線キャラなんだね。今のところゲーム的にはじゃあスキルを使うタイミングとどこにっていうのが中心だけど、まああとあともっと要素がね増えてくるのかな。でもちょっと見ただけで分かりましたけど、これ意外と重描写ガチですよ。なんだか構えとかモーションとか。あ、確かにそこはね、アクション映画ばりにタクティカルな。普段よりずっと戦いやすかったです。なるほど、これが先生の力。褒められてますよ。まあ、だいたいこういうの最初褒めてもらわないと困るよ、そりゃ。認め、一気に認めてもらわないと。やる気がね、やる気が違うからね。先生まだ長い。ユイチって呼んでくれるシーンまだ来ないから、相当仲良くならないと無理か。ああ、そういうのあるかもね。丸肉。シャーレの物質は目の前よ。今この騒ぎを巻き起こした生徒の正体が判明しました。お、誰だ、誰がやらかした。教えろ。どこが来るか。百鬼夜行連合学院で定額してる。すごいな。強制局を脱獄。百鬼夜行連合学院。もう学校からダメだろ。百鬼夜行って名前、学校に付く超かっこいいじゃないですか。しかも銃剣付きですよ。あらら、連邦生徒会が来てる。どんな顔なんだろう、気になるこの子。まあ構いません。あの建物に何があるかは存じませんが、連邦生徒会が大事にしてるものと聞いてしまうと、壊さないと気が済みませんね。いいキャラだな。久しぶりのお楽しみになりそうです。この子を自分の舞台に組み込めるかな。どうなんだろうね。これはプレイヤーなのかな。味方になるのかね。さあ戦闘だ。この子モーゼルなんだ。勝率はかなり高い。自信を持って。でもあの子なんか控えかなんかにいたら使えないんだよね。なんだこれ。代わりに生徒たちは遮蔽物を発見すると、隠れている間は、はいはい、てこの遮蔽を効果的に活用する。しかし隠れることができない生徒もいます。そうなんだ。遮蔽物が敵の攻撃で壊れ、うん、隠れてるね。本当だ、優香隠れない。乗り越えてくる。すごいなこいつ、カチカチだからもういくらでも銃受ける。あのシナリオ伏線だったんだな。騒動の中心人物を発見、対処します。連邦生徒会の子犬たちが現れました。素顔見して。おかわいらしいこと。この戦いの後だよ、どうせ。安心しよう、勝ったら剥ぎ取ってやりましょう。ああ、離
面を外す。これはもうひょっとして俺がこれやらなきゃいけないのか。そういうことです。敵自体だからな、あの体力は25。この子の技使いたいな、うん、かっけえ。おや、私はここ。あ、逃げた、逃げた。あとは任せます。おい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 、逃げられてるじゃない、追うわよ。いいえ、生半可な行動をしてはなりません。私たちの目標はあくまでもシャーレの奪還。このままシャーレのビルまで前進するべきです。うん、まあいいわ。あいつを追うのは私たちの役目じゃないってことね。罠かもしれませんし。はい、建物の奪還を優先で、このまま引き続き進むとしましょう。もう逃げた、逃げた。ヒットポイントすごいね、5万あるで。勝てる気がしない。勝ち勝ちやで。マジで治安終わってんな、ここ。車ぶっ壊されまくってるし、タイヤ詰まれてる。そうだね。あのグレネードやっぱ範囲的にそこまで広いわけじゃないから、うん、今みたいに敵分散してるとしんどいね。そうですね。集合してる敵に注意。建物の入り口まで到着。この音は。戦車？気をつけてください。戦車？巡航戦車です。あ、そうや、さっきビジュアル映ったな。そうそうそう。お戦車普通に出てくるのかよ。でもよく見たらうち一人やられてる。私の学園の正式戦車と、ね、あの控えの子に変わってるよ。あ、ほん、不法に流通されたものに違いないわ。 PMC に流れたのは不良たちが入れたの。不良ってどんな金持ってんだよ、戦車が。つまりガラクタってことだから、壊しても構わないわ。行くわよ。あちらに気を取られてる間にちょっとお邪魔しますね。陽動作戦か。クルセイダー戦車の相手をしなければなりません、うん、クルセイダー戦車は防御タイプが重装甲の敵なので、貫通型スキルで、かすみさんのスキルが貫通型です。彼女のあのさっきの。なるほど。誰もやられてなくないですか。やられてないね、今だけ入れ替わってね。隠れます。単なる計算結果に過ぎないわ。逃しません。アーマーピアッシングだってだで。なるほど。パトロールを終了します。はあ、おもろ。想像してたよりもずっと戦闘よくできてるわ。うん。うん。着いた。はい。シャーレ、物質の奪還完了。私ももうすぐ到着予定です。建物の地下で会いましょう。これが物質？すげえ豪華じゃん。何あのモノリス？怪しいね。これが一体何のか。多分あのモノリスのことを言ってんだよね。全くわかりませんね。これでは怖そう。侵入されとるやん。あら？あ、あ、俺と会ったのね。会っちゃった。どうします？挨拶しよう。あらららら？ほら、ほら。だ、何がほら。分かってんだよ、俺は。挨拶しただけで惚れられちゃった？そう。主人公補正かかってっからね。なん、もうそれは特殊能力、異能力です。うん、ここまで。お待たせしました。あ、になりますか。気になる。何かありましたか？おもろいやんけ。どういう話になっていくのか、これは興味深いです。まあ、導入だけだと全くわからないね。いやー、なんとなく世界観は見えてきましたけどね。世界観は分かったけど、お話のその終着点というかさ、まあ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 、まあ、その未来を変えろってことはわかるんだけど、うん、その結果をね、変えろっていう話になってるのはわかるんだけど、まあめちゃくちゃ治安が悪いってことはわかりました。学園関係は。いや、ということでね、ゲームを冒頭から一緒に見てきましたけれども、続いてはキャラクターのことをもっと知ることができる、うん、桃トークというのを見ていきましょう。はい。はい、というわけで、桃トークの準備が整いました。はい。今回こちら開発端末となっておりまして、うん、なのでね、すごいクソ男のスマホみたいになってますけれども。いっぱい来てるね。未読スルー255です。
全部女の子から未読スルー255はクソ男すぎるでしょ。心配されちゃうね、うん、あいつ生きてるって確かにこれはもうあの最低とかそういう問題じゃなくて警察呼ばれますよ、ね、ちゃんと生きてるかどうか。優香の桃トークを見ていきたいと思います。ここ、ね、はい、ようやく返事ができました。ああ私のこと覚えてますか。どうする君ならどうする。えこれはなんか影響するの。選択肢は影響しない。特には気にしなくていい。本当にどうだっけ。ではそうなるわな中村さんが、うん、その反応が見たかった、うん、はい要件。優香ちゃんはしっかりとした文章を書くね。弾丸の経費あ俺がやるのね。めんどくさ請求書めんどくさ。玉代も玉代経費かちょっと社会常識なさすぎませんか先生まあよく分からず連れてこられてるから。あでもまあ自営業じゃないと書けねえからなこれ、うん、ありがとう。全部生徒も優秀でやってくれるな。言うから絆ストーリー、絆ストーリーが見れる。なんだ消費は計画的に。おお。うん。あ請求書の下りか。持ってきてくれたんだね。飯食っとった、うん、何食っとった。片付けやってくれんの最高じゃん。コッペパンを食べてかなり白球富だね白球命かかってんのに。あおうコッペパン一ついい年食ってほらやばいって。ほらそんなお金ないの。お金ないんだよ。もうちょい払ってやれよ。弾飛び交う戦場に行ってた。ほら、って言ってるもん。そんなに嘘でしょ。俺の読み当たってんのよ。給料安いのちょっと。あれ？なんか様子が。中村雄一じゃん。中村雄一だろ、これ。これ多分コンボイだよね。コンボイです。あれ10万円だったもんね。買ったか。中村雄一。ああそうか10万だったら給料がまあ20万だリアルな話で半分持ってかれてるわけ。手取りが、手取りがね、うん、手取り20万で10万のおもちゃ買うの相当だけど、うん、そうかこれどっちそうなるんだなうわもうおせっかいなやつ。家計簿はつけないつけない、うん、衝動的な浪費ばっかよ。ついでに税務申告もやってくれる。確定申告もやってくれる、うん、あ動くんだ最高じゃん。これ全キャラにあんのこういうエピソード。マジでまったくすげえな。大人なんですからあんまここまでしねえよ。計画的な消費をしてください。喋ってお小遣いをもらってパーッと使っちゃう子供じゃないんですよ。多分今出てって言ってる人いっぱいいると思う。みんなでも全部このゲームやってる人全員そうなると思う。こうして領収書の整理を手伝ってくれるのなんて私くらいなんですか。全然もうこの女の子の話じゃなくなるんだけどさ次はもう一番可愛いところ絶対に一番可愛いところ今心に刺さる言葉だったなと思ってさ社会人になって最初の頃ってさ学生からの地続きでさなってるからさ、うん、ちょっと自覚薄いよね、うん、お金に対しての、うん、薄い薄い、うん、15万円給料もらった15万お小遣いの感覚で使っちゃう何かがあるよな。で徐々に痛い目見て慣れていくんだよ。そうそうそう貯めなきゃっていうね。クラブふわりんでクラブふわりあれクラブで飲んどるこいつやることやってんねこれ先生クラブなんてある何ですかこの領収書は、ね、ガールズバーとか行くんだ。生徒たちの模範となる教育者だ毎日こんな生徒たちと交流を持っててわざわざガールズバー行く。いいからもう十分だろ。多分ね、多分逆なんだよ、うん、こんなところに閉じ込められてるから信じられませんガールズバーとかに行かないともうやってられないんだろやってられない。あそうか俺はなんか分かる気がするな。わかる気がしちゃう。そういう気持ちもガチャだった。あらガチャだったじゃあ俺だけかもしれない。中村さんかもクラブフワリンっていう名前のスマホ、うん、いやこれ絶対嘘だろ。いや本当だって絶対嘘だろ。これ10万おもちゃに使って2万課金に使ったんですよ。残り8万ですよ、うん、20だとしても結構使うね。それはコップパン食うわ、うん、それ怒られるね。
怒られるわ。でもこんな面倒見てくれる子いたらもうそれだけで十分幸せだよ。わあ。もう1000円以上の買い物もう、もう奥さんじゃん。ほんまやな。うん。もう嫁さんじゃん、こんなの。ああ、この子人気ある理由が分かったわ。嫁キャラなんだね。こんな子いたらな。帰ってった。ということで、ブルーアーカープレイさせていただきましたが、うん、中村さんいかがでしたか？ストーリー部分の導入だと各キャラ、うん、まあ各キャラというかストーリーをこう見せていくからキャラクター性をちょっと後回しにされてるから、うん、それをその最後に見たところモモトークね、うん、でまあ気になるこう掘り下げて知っていけば楽しみ方としてメインストーリーとキャラクターとっていう二重で遊びベルっての分かったんだけど、うん、俺的にはあの戦闘システム、うん、まだ全開放じゃないんだろうけどあれがどういう風にゲームとして変わっていくかがめちゃめちゃ気になる、うん、あの今のチュートリアル内だとさ、うん、本当にタイミングに合わせてスキルをどこに使うかだけだったけど、ね、うん、多分他にもいろんな戦闘要素あると思うんだよ、うん、そのキャラクターの育成とかにも関してもだから、うん、そこがねすごく気にはなってる今。まあ、あとスマホゲームだからどれだけ快適化できるかですよ、ね、まあそうだね、例えばもう最適なキャラ言えばもう最速でいけるのかスキップあるのか早送りあるのか、まあ、絶対周回的な要素あるからね、うん、これはねちょっとブルアカをプレイしてなかったこと今後悔してます、うん、2.5 周年経って今初めてこんだけ知りましたけれども、うん、なんでもっと早く持ってきてくれなかったなんでもっと早く遊ぶ理由を俺にくれなかった。なんでだろう、ね、2.5 周年経っとるもんちょっと今から俺ちょっと追いかけようこれ、うん、あの正直だいぶ刺さってるんですよ今俺これ、うん、ゲーム面白いわ、うん、なんでね、ちょっとねブルーアーカイブを教えてくださってありがとうございますという面もありつつ、うん、最後にお知らせがございます、はい、現在ブルーアーカイブでは 2.5 周年記念として最大100回の無料ガチャを開催中です、うん、期間は8月2日の10時59分までです、うん、こちらなんと今から始めても100回の無料ガチャが引けるらしいですよって、すごい水着だね。水着なんだ。まあでもそうか夏か。ああ、うん、左の子が好きだな俺は。後藤さんのちょっとあのえこれ後藤さん、あ本当だ後藤沙織さん好きだわ、絶対後藤さんの声だな。続いてのスライドです。8月2日11時からはガチャで星3の排出率が2倍となります。こちらの期間は8月9日10時59分までとなります。始めるにはぴったりの時期だな、うんうん、確かに。花子これ水着じゃないって、花子これ水着じゃないよね先生のシャツだよねこれ。いやでも、うん、出す側が水着だって言い張ってんだから水着だ。出す側が水着だって言うんだからさ水着だ。水着なんだと思うよ。白も黒だ、うん、あちなみにね、こんな生徒も輩出されますよ。スライドどうぞ。じゅじゅーん、さっきの若もちゃんいますね。やばい、復刻ピックアップ、うん、過去の限定星さんも輩出っていう復刻ですね。なるほどなるほど。若もちゃん素顔見えないんだこの状態。いやだからさっきの例えばそのモモトークとかでとかじゃないの。もうここまで来ると逆に撮った時にがっかりするかもしれないから撮らないでほしい、うん、やめとけいやいやもう仮面キャラってなんかマスク美人みたいな言い方やめとけ。ミステリアスさって大事じゃないですか。もうここまで来るとどんだけ美人でも俺がっかりすると思うんですよ。もうこのマスク撮るとそうね、うん、何年もこれを見てたらね、そう永遠にこう想像上のミューズであってほしい、うん、という面倒くささがあるということでぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。はい、ちなみにおまけの方では別のキャラクターのモモトーク見てみたいと思いますので、掘り上げましょう。ぜひぜひそちらもチェックしてください。はい、よろしくお願いします。今日の動画は以上です。はい、チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね。はい。